そなた形式とは、楽曲の形式の一つで、構成は、基本的に、助走、提示部、展開部、再現部、結微部からなり、二つの主題が、提示部、再現部に現れる。古典派の時代に大きく発展した。この形式が、古典派そなたの第一楽章に多く用いられたことから、そなた形式と呼ばれている。そなた形式は、基本的に次のような形式をしている。 そなた形式は大まかに定時部展開部、再現部とも考えられるため、三部形式の一種でも、ある。そなた形式の発生は複雑で、様々な形式原理が関わっているが、大きな影響を与えたものの一つは、バロック期の部局によく用いられた二部形式だった。これは、第一部が主張で始まって族調などの新しい、調べで終始し、その終始を引き継ぐ。 第2部がやがて主張に戻って終わるものだった。後に主張への復帰を準備する第2部前半の割合が大きくなり、終始で区切られることが増えた。また、主張への復帰とともに冒頭の楽層が再現される例が現れている。オペラの序曲が肥大化した18世紀古典派様式の発展に依存する形で序曲としての機能を果たしていない還元楽曲として、 そなた形式は発展し、第一部における主張部分と属長部分の分節や展開部の成立といった変化が並行して起こり、多様な形を見せた。1765年頃には、フランツ・ヨゼフ・ハイドンなどの作品に現れる完全なそなた形式が広まり始め、やがて規模の大きい企画作品において支配的な存在となる。ルートビヒバン・ベートーベンは、 そなた形式の構築において、三度の調整関係をしばしば使い、また展開部における緊張感や効用を高めて、それを受け止めるために高度を拡大するといった変化をもたらし、構成に影響を与えた。なお19世紀初頭までは、基本的に、そなた形式は、調整の対比を中心に構成された二部分からなる形式として捉えられていた。 ロマン派音楽において作曲家たちは、そなた形式のモデルをベートーベンに追い、また、印象的な主題素材を聞かせるための媒体としての、扱いを見せている。調整が拡大されるとともに、歌謡的で自立した第二主題の重要性が増し、また提示部の繰り返しは省略される場合が増えた。再現部の構造的な重要性は現じる傾向に、あり、クライマックスはしばしばーダに設定された。 フランツリストのピアノ・ソナタや公共詩軍のようなソナタ形式の大規模な展開も現れている。このような創作と並行し、19世紀半ばにはソナタ形式を定式化しようとする試みが行われた。一つの学章の構成について歴史上初めてソナタ形式という言葉を用いたアドルフ・ベルンハルト・マルクスは1845年に 作曲学協定第3巻を出版し、2つの主題を中心に3部分構成とする、そなた形式についての後年の一般的な説明に大きな影響を与えた。だが、マルクスの説明や図式化は、実例に対応しない場合が多いと発表当時から批判がある。古典的なそなた形式の様々な類型について、細かな研究が行われるようになったのは20世紀。 後半以降である。二十世紀に入っても、かなりの数の作曲家が、そなた形式を用いている。ただしその用法は作曲家により様々で、拡張を加えながらも調整に基づくものをはじめとして、イーゴリ・ストラビンスキーや、バルト・オクベーラのように古典的なそなた形式における、調整の対比構造を再解釈する例もあり、新ウィーン学派に代表される、 構成と楽奏の展開のみによって形作られる、無調のそなた形式も存在する。特に大規模なそなた形式の作品ではしばしば助奏を伴う。この助奏は、主部の動機、主題等を用いたものや、あるいは主部とは全く関係なく、気分的な準備を行うものまで様々である。主部の動機を従前に用いたものでは例えば、ブラームスの公共局第1番の第1楽章の、 助走などがある。気分的な助走の例としては、ベートーベンの公共局第7番の第一楽章のものが挙げられる。また、助走は主部と同じテンポか、それよりも遅いテンポを取る場合が多い。提示部では、二つの主題が提示される。一つ目の主題を第一主題と言い、これは主張で書かれる。二つ目の主題を第二主題と言い、第一主題が、 長長の場合は属長、単長の時には平行調で書かれているのが一般的である。特に規模の大きなソナタでは、第一主題から第二主題に向かう間に、第二主題への転調等を行う移行部が存在することも多い。この移行部によって、第二主題の準備がなされる。さらに、第二主題の後に集結部が置かれることも多い。ここでまた新たに集結主題が提示されることが多い。 そして続調のまま定時部の集結に向かう。第二主題は、第一主題に対して、調を変えるのみならず、その主題としての性格を対象させていることが多い。第一主題が快活ないし激しい性格が多く、第二主題は、穏やかな曲調のものが多い。また、第一主題と第二主題の間に、同期的関連を持たせるものも多い。第一主題と第二主題は、 主要主題と副主題とも呼び、第二主題は19世紀には、歌謡主題とも呼ばれていた。ブルックナーは、大規模な学章の第二主題群のことを生涯、一貫して、歌唱楽僧軍や、歌唱楽団と呼んでいた。これは単に呼び方の問題だけではなく、その主題の性格も表している。独僧競争局では、特に初期のもので、定時部の繰り返しが1回目と2回目で異なり、 近代では第2主題に加えて第3主題が加わる場合もある。そして調も平行調の属調や半音下の蝶のように自由な蝶で表現されている。展開部では提示部で提示された主題を様々に変形、変装させる。激しい転調を伴う場合が多く、全曲中極めて緊張感が高まる部分である。展開部の入り方は、 反復進行を行いながら転調して始まる、定時部や助走の冒頭を用いるなどの方法が一般的である。展開の仕方の代表的な例では、まず主題を様々に転調し、ついで風画風、ポリフォニックに重ねた後、展開部の最後には俗音を補足し、音響的に頂点を築いた後、再現部の冒頭で、火星的な解決へと導くというのが、展開部の構成として、 一般的である。モーツァルトは晩年の体感式競争曲ピアノソナタ第16番で定時部集結部の主題を徹底的に展開させている。ハイドンは公共曲の多くで展開部の途中に第一主題を一時的に主張で再現する疑似再現部を用いている。再現部では2つの主題が再現される。通常第一主題、第二主題ともに 主張で再現され、これによって、両主題の対象が解消される。よって、再現部では、緊張はおおむね低い。そしてコーダに入るものもある。この、提示部では、主張以外で現れ緊張が高かった第二主題が、再現部では主張、または、同主張で演奏されて緊張が低くなり、調整が解決されるという対比こそが、そなた形式の一番大切な部分であると言える。 大規模なソナタにはしばしば結備部がつく。これはこれまでの主題を中心に、学章を終始に持っていくための部分で、ベートーベン以降は極めて規模の大きい、第二の展開部とも呼べる結備が作曲されることもある。ソナタ形式楽曲の演奏においては、主題の曲調を印象づけることが、展開部や再現部をより強く聴衆に印象づけることになるため、 そなた形式による作曲法が前世であった18から19世紀には、提示部は反復記号により繰り返し演奏が行われてきた。そのため、提示部には、習慣的な反復記号が付けられているものが多い。また短いそなた形式の楽曲では、特に古いものに、展開部、再現部をまとめて、習慣的な反復記号を付けているものもある。これらは二部形式の名残である。 このような反復記号は、ブラームスの時代には廃止される方向にあった。しかしながら、レコードなどの録音媒体が普及し始めた頃になると、録音時間の制限もあり、反復が行われない録音が普通となった。またその録音媒体の普及のため反復が行われない演奏が普及すると、繰り返し演奏が帰って上調に感じられる場合が多くなり、 反復が行われないことが多かった。しかし近年になって作曲者の意思を重視するという風潮から再び反復が行われることが増えている。とりわけオリジナル楽器を用いた演奏の場合、王子の演奏の忠実な再生を意図する立場から反復が行われることが通常である。旧来より反復されてきた作品はベートーベンの公共曲第5番の第1楽章。 公共曲第8番の第一楽章などが挙げられる。古典派の時代になると、競争曲に合わせたそなた形式が開発された。これを競争そなた形式といい、特に第一楽章において用いられる。まず、上記のように、還元楽により2つの主題が同じ調で提示された後、アインガングと呼ばれる導入により、独奏楽器が演奏し始める。2つの主題が、 そなた学章本来の調整で改めて提示された後、展開部、再現部を経て、カデンツァと呼ばれる独奏楽器のみの演奏部分に入る。この部分は本来、演奏家が即興演奏するものであるが、ベートーベンのピアノ競奏曲第5番では、作り付けのカデンツァが書き込まれ、それ以降の競奏曲の規範になった。カデンツァは通常、続アオンで半休止してから、 還元楽に引き継がれて、主張で、曲は集結する。なお、モーツァルトのピアノ競争曲第9番においては、冒頭の主題提示部で短くはあるが独創ピアノが登場する。その後、ベートーベンがピアノ競争曲第4番、第5番において、冒頭で独創ピアノを活躍させた。その後、ロマン派になると、競争曲の形式は自由になり、競争そなた形式は、 次第に使われなくなった。だが、ブラームスは2曲のピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲、バイオリンとチェロのための二重競奏曲において自由な競争ソナタ形式を用いた。展開部、または再現部の第一主題のいずれかが省略されることがあり、ソナチネ形式と呼ぶことがある。そのうち特に展開部を省略したソナタ形式は、オペラなどの序曲に多く見られるので、 序曲形式と呼ぶことがある。ベートーベンの作品2の3などの初期の楽曲では、第2主題と見せかけて、調整や展開の上で、第2主題となっていないものが多い。反対に、エロイカ公共曲の第1楽章では、計画に見せかけて、第2主題を出す、偽計部も見られる。またコーダの前に、第2展開部を要する、偽集結部楽曲もある。 これらはすべて決まりきった形式に対するはぐらかしさ法と言える。いつもの退屈さを緩和するために用いたものとされ、後の刑事などのハプニング作曲法などを想起させる。この場合は展開部で第一主題を主に徹底的に再現部の分まで展開しているか、ブラームスの第一公共曲の修学賞のように、展開部を省いた形で展開同時に再現部とする形が多い。 ありがとうございます。